世界最大規模のゲームの展示会、東京ゲームショーが開幕しました。主役はスマートフォン向けのゲームで、出品数は過去最多です。ゲームセンターさながらのこの迫力、実はスマートフォンで操作していたんです。今年で22回目となるゲームショーには、国内外から209社が参加しています。これまでは家庭用ゲーム機向けのソフトなどが主流でしたが、スマートフォンの普及に伴い、会員制交流サイトで遊ぶソーシャルゲームなどの展示が目立ちます。ゲームの作品数は去年より300ほど増えて1000を超え、過去最も多くなりました。スマートフォンというのは現在、ほぼ120カ国以上に普及しているということで、非常にゲーム機の市場としても魅力的になっていくというふうに考えています。ゲームショーの一般公開は今週土曜と日曜で、期間中は19万5000人の来場を見込んでいます。